グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。日本例、1オマーン2022年、カタール W 杯アジア最終予、カタールワールドカップアジア最終予選の本代表対オマーン代表が2日に行われた。試合、例、1で、日本代表が敗れた。DF、長友佑都が試合後にメントを残している。今シーズンの欧州差はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、日本代表はアジア最終予選の初で大苦戦。前半からオマーンにペースを握らると、流れを引き寄せることができないまま、合わせは終盤を迎え、88分に失点し、まさかの黒星スタートなった。長友は相手が引いて守ってきいたので、前半から相手のブロックを崩すことができなかった。それを後半も修正しきれず、ともしてやられてしまった。ありえない敗戦かと思いますと悔しがった。それでも中国戦でしっかりと立て直すつもりだ。長友はメンタ的にもしっかり切り替えて、今日課題も見えと思うので、しっかり修正して、次は絶対に勝ち点3を取りに行きますと続け、第2戦での勝ち点3意欲を覗かせた。両